い、どうも皆さんこんにちは、漆黒のジャマです。今回はね、こちらのヒロアカウルトラランブルで1日10分やるだけで最速で上達するエイム練習メニューを2つ紹介していきたいと思います。ということで、まずトレーニングモードに行ってみましょう。はい、ということで到着しました。まずエイムを練習する上で最初にこのゲームのエイムについて知っておいてほしいことがあります。このゲームは他のバトロワや FPS と大きく違う点が一つあります。従来の FPS やバトラーのエイムの動作の流れとしては、1、敵を視認する、2、照準を合わせる、3、射撃すると、こんな感じのステップでエイムをするのが普通だと思います。ですが、このゲームではさらにとても重要な動作が一つ増えます。このゲームのエイムとしては、1、敵を視認する。で、ここ、エイムが敵に合ってませんよね。この敵との偏差を考える。これが2番目に入ってくるんです。この動作がとっても大切になってきます。そしてその偏差を考えて3、エイムを合わせる。で、4で射撃をする。と、こんな感じになっていて、他のバトロワではエイムがあった状態で撃てば、弾がすぐに相手に当たります。ですが、ヒロアカウルトラランブルでは、機動力がかなり高いゲーム性となっているので、相手にエイムが合っていて射撃しても、その瞬間に当たることはなく、相手が移動したら避けられてしまいます。なので、このゲームで相手に弾を当てるのには、偏差かける弾速を考えた位置にエイムをすることで、敵に弾を当てることができます。そのため、最も大切なことは、未来予測能力です。未来予測能力とは、相手が次このように動いてくるから、ここにエイムを置いておこう。自分の弾速がこのぐらいだから、ここに置いておけば当たるだろうと言ったように、相手の行動を予測して弾を撃つことがとても重要になってきます。今回はその偏差打ちを練習する練習方法を皆さんに伝授していきたいと思います。まず、偏差打ちを練習する上で最も大切なことは自分の使っているキャラの性能を理解することです。例えばデクだったらアルファーザの弾速はこんくらいだな。次に射程はこんくらいまでだったら届くだろう。ベータ技だったらここら辺の距離だったら敵に当たってくれるだろう。などと言ったように、キャラクターの性能を実際に使って感覚として覚えていくことが敵に攻撃を当てる際に最も大切なことになります。そのため、たくさんのキャラを使って自分のミニキャラの性能を染み込ませてください。あ、いろんなキャラの性能が知りたいって方は、先日全キャラ徹底解説動画の方も上げましたので、そちらの方も長い動画なんですけど、自分の使いたいキャラのとこだけでもいいんで、見てみてください。それでは早速偏差打ちの練習方法をやっていきたいと思います。まず、敵との交戦回数が一番多いであろう中距離くらいの距離を取ってください。そうしましたら次に CPU の行動を移動プラス攻撃にしてください。こうすることで敵が移動したりこちらに攻撃をしてきて、実際に戦ってるようなシチュエーションを作ることができます。こんな感じで、ね、移動するんで、こちらに、自分も偏差を考えながら、攻撃していくという形になっております。はい、こんな感じでね、敵の動きを予測して実戦のように攻撃を当てる練習をすることができます。こちらをね、まずはね、5分間やってみてください。その次に近距離での交戦時のエイムの練習方法になります。このゲームの戦闘では視点をすぐに振り向いたり、かなりぐるんぐるん視点を動かしたりすることになると思います。その時に攻撃をしっかり相手に当てる練習方法になります。キャラはデクやトドロキなど移動スキルがあるキャラにしてください。そして先ほど同様 CPU の移動プラス攻撃にしてください。そしたら相手の後ろに回る形で移動スキルを使ってください。そしたら振り向いてすぐに当てる、こんな感じの練習方法になります。実際にやってる様子がこんな感じになります。はい、ということで中距離遠距離での偏差打ちの練習と近距離でのエイムの練習方法を1つ5分として1日10分やるだけでエイムが最強に上達するエイム練習法を紹介させていただきました。本当にね、この練習してから僕も格段に試合でダメージが出るようになったり、対面で勝てることが多くなったりしました。
これで君も敵に、あいつ当てすげえキモいって言われるようになっちゃいな。こんな感じでこれからも解説動画などの方を上げていきたいと思ってますので、また YouTube の方で世界一面白い配信もしてますので、よければそちらの方も来ていただけるとありがたいです。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。